張するんですけれども、ご指名でございますので、ちょっとだけお時間を頂戴できれば。RJC にはいつもお世話になってきたというようなマンション人力でございます。で自己紹介、家族がですね、3人家族で、妻は1人、子1人、で子供が保育園で、この間ですね、現地にいる中で、ドカンと来られることが、やっぱり一番怖い。で、その中に闇雲に行動しちゃうと、やっぱりちょっとこうどうなるか分かんないね、っていうようなことを考えました。じゃあどうなるんだろうなって、最悪のことを一生懸命考えると、こうなっちゃう。ありゃ。で、シミュレーション手法は、地震の寒い時期を想定しました。で、登場人物をそれぞれ夫、妻、子供、それから緊急時のお迎え要員とか、そういうものを用意して、それらの登場人物がこう時系列的に、取り入れるであろうも、最悪だも取り入れるであろうほど、こういうのも想定していきました。合わせて時系列ごとの周囲の環境ですね、自宅や保育園、通信、交通、通電、こういったものを想定というのを合わせて、どういった行動を取るかということを考える。で、ポイントはですね、保育園のこの方針が、地震の発生の際は、建物の中じゃなくて、園庭で、待機するということで、これ防災訓練毎年やってるんですけど、やっぱり園児みんなこの園庭に出させて、待機座りさせて、で、待ってるんですよ。結構その、迎えに行くと、ポツンとこう座ってるんで、かわいそうなんですよね。何が何でも早く行かなきゃって思わせるので、それはそれで効果はあるでしょうけど、やっぱ何が何でも早く来てください、これは訓練の内容なんですよね。で、3時ぐらいですかね、にこれ迎えに来てくださいって言って、30分ぐらいで行かないと怒られるらしいんですよね、妻が来たんですけど。僕ちょっと疑問なんですけど、こういう訓練をやっているので、震災の時はその通りに行動しちゃったっていうことで、考えていました。で、さっき言ったようにこう縦軸にですね、登場人物、夫、妻、子供とか、保育園とか、そういうものを配置して、で時系列ごとに発災直後どうするか、1時間後何してるか、3時間後、12時間後、1日後というふうに考えていきます。見えないと思いますけどね。地震は直下型で7ぐらいが来た。で発生は3月10日の14時、10日は僕の誕生日なんですね、ちなみに。で通信は電話は普通でした。で、通信は断続的には稼働していた。電力は発災の直後は機能するけれども、火災の拡大に伴って次第に停電箇所が拡大していた。交通、鉄道は全面的に停止。道路は緊急規制のため使用不可。また火災拡大により、自動車のガソリン点火して広域火災の原因となる。天気は1日目、2日目晴れ、3日目に雨が降り出した。こういう想定で考えていた。で、シナリオですけど、自宅ここなんですね。で、今、勉強会の会場がここです。すぐそこなんです。ちなみに平沢さんのマンションここで、タルブーさんのマンションはここだって。ちょっとご近所さんがいらっしゃるというところですね。で、この辺って、さっきというか、駅からこう歩いてきた方は分かると思うんですけど、マンションだらけなんですね。で、火災の心配っていうのはすごく低いところで、なので、この辺にいれば安心じゃないかなって思ってるんですけど、これ東京都の都市政府が作っている、震災時のハザードマップですね。これ見てもこの辺って青くてですね、あんまりリスクって少なそうだなというふうに見ておりますと。で、一方保育園がこの辺にあってちょっと怪しいなとかですね、そういうことを踏まえながら考えていきました。で、夫の勤務地、僕ですけど、新宿のあたりで、妻が日本橋のあたりで、自宅がここっていう距離感ですね。で、ここでドカンと行きました。で夫はですね、仕事中ですので発災直後は仕事に追われるでしょうと。で職業は銀行システムっていうものを担当してますので、何か起こるともすぐにこう有事の体制に移行しますから、その後長時間にわたって極めて強いストレス下の状態に置かれることが想定されます。 3.1 日も結構大変でした。家族との連絡というのは当然つながらないでしょうと。ただ災害用伝言のあれは使えるのかなと思ったので、妻の安否ぐらいは分かるかなというふうなところまでは考えたんですけどね。で発災2日後ぐらいからはおそらく、家に迎えるんじゃないかなということで、この辺からこうテク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 と歩いていきます。ところが家に帰ると妻子供の姿が見えないので、あれおかしいぞと思いながら、うろうろ探しに行くっていうような想定です。
でここで、まあ、3日目ぐらいになって、でちょっともうおそらく軽いパニックになってるんでしょうね。雨が降り出したにもかかわらず子どもたちを探している中、まあ、低体温症になって死んじゃいますというような話になります。妻ですけど、家族との連絡を試みるんですけど、まあ、夫同様当然電話通じないです。で災害の弁護マンはあれが使えたんで、まあ、あいつは生きてるなというところまではきっと確認してくれるはず。ただ子どもの安否というのは不明なので、まあ、ともかく保育園の発災時の行動要領に基づいてお迎えを開始しに行きます、まあ、この日本橋のあたりから、まあ、東部でこう向かっていくんですね。ところが、まあ、この辺の火災がきっと起こるんじゃないかなと思うので、そうするとこの火災から逃げてくる人たちの波に押されてなかなかこう北上できない。でそのうちにまあ1日が経ち、まあ、その後この辺に上野公園があるんですけど、おそらくこの辺でまあ一夜明かすんじゃなかろうかと。で2日目も、まあ、この辺の火災の影響でなかなか北上できず、やっとこう3日目あたりに、まあ、動き出せるんだけど、やっぱり彼女もですね、こう低体温症、雨に当たった後に低体温症になって、まあ、行動不能になるんじゃないのかなというのが、まあ、妻の行動シナリオでした。子どもはっていうと、まあまあ、保育園にいますから保育園の行動要領に基づいて園庭で待機します。まあ、待機具合をみんなでしていると。だけど、まあ、当然そんな長時間できないわけで、夜になっても、まあ、親が帰ってこないと、まあ、保育園というのはどう行動するのかなというと、この辺で実は情報がないんですね。この後は想像ですけど、おそらく保育園は、まあ、この辺が危ないんだろうなということと、まあ、食料もないんでこの辺の広域避難所にこう、移動してくるんじゃないのかなというふうにこれは想像します。でそれに従って移動するんですけど、まあ、100名前後のちっちゃな子供を連れて行って移動はきっと難しいんだろうな。当然この辺は あっちゃこちゃでパチ切ってるでしょうから、まあ、そういう中で子供たちは泣くしわめくしというのを、まあ、連れながら、それに20人ぐらいですかね、職員でこうみんなをこう連れていくっていうのはきっと目が折れる作業だろう。でだんだんその、まあ、周りがパニックになっているとこの組織的な行動っていうのもできなくなっていくんじゃないのかな。でそうしていくと、まあ、徐々にですね、まあ、体力のない乳児から近づきていくっていうことは、まあ、ありえなくもないんじゃないのかな。でさらに追い打ちをかけるかのようにこう3日目に雨が降り出すと、まあ、多分子供はやばいんじゃないのかなというふうに考えたというようなシナリオですね。死因はみんな低体温症というふうに僕は考えたんですけど、人間の体温というのはですね、通常37度ぐらいというふうに言われているんですけど、これが35度ぐらいになると、まあ、発症する病気というふうに言われています。で初期症状は疲れたなとか、まあ、なんか疲労が溜まってるなというふうな感覚にとても似ているので、自分がその低体温症になっているというのは非常に認識しづらい厄介な病気と言われています。で重症化すると、まあ、死に至るんですね。で割とですね、登山の死亡事例はよく出てきます。僕は登山が好きなので、まあ、遭難事例とかって結構研究するんですけど、かなりなんでしょうね、ベテランの方とか力のある人が、まあ、低体温症死ぬとかよくちょっとあります。東日本大震災の時にも津波に濡れた人たち、あれ方々がまあ、いわゆる DMAT の人たちがかかる時に低体温症の事例は結構あったというような報告もありますね。まあ、おのおのがこう自分が生き延びる最善を手でも講じるのはやっぱり大事だろうなというふうに思いました。で、まあ、今回も無理を通そうとして、まあ、ボツにはまっていくっていうような想定だったんですけど、まあ、ある種ちょっとこうパニクっちゃってると、まあ、ありえなくもないんじゃないかなと僕は思って、まあ、考えたわけです。そのためにその家族と離れてても、まあ、家族がきっと大丈夫だろうと、あいつならきっとなんとかしてくれるだろうと。いうような気持ちを持って、いられることが大事なんじゃないかなというふうに思いました。で下のここにいる方々っていうのはマンションの防災に、携わる方で、おそらくその有事の際っていうのはその各々のマンションの何でしょうね、防災の最前線にいる人たちじゃないかなっていうふうに思います。でそうした人たちも自分の家族がちょっと今どこにいるのかってわからない中で、震災の対応に追われるっていうこともあろうかとは思うんですけども、そうした時にも、まあ、自分の心を強く持てるように、まあ、今回の柴田の、まあ、こんな、シミュレーションがですね、何か考えるきっかけになればいいかなというふうに思って、結びにさせていただきます。はい、以上でございます。はい、柴田さんありがとうございました。素晴らしい話。